今回の今日も飲む飲むはまたまた大阪京阪天満橋駅から歩いていくとどこかな、ここやここや、あった。お、草がいっぱい生えて看板ちっちゃ、一升瓶並んでる、面白そうなお店行ってみよう。な、飲み物にいつもね、今日は何から行こうかな。日本酒にしようかな。してみますか。なんか日本酒はどんな感じ、はい、あ、でもすごいいろんなもの置いてる。あのうちの場合は本当いつもインスピレーションでもらってるんですよ。ノリの勢い、インスピレーションすごい、はい、ラベルみたいな、僕もインスピレーションとかラベルもあるんですけど、うん、やっぱあの酒屋さんが一番お酒のことしてると思ってるんです、うんうん、正直、うん、で僕全部どれでも美味しいと思ってるんで、大体、はい、こう僕の要望を1つ添えて3本くださいとか、で来た時にあこんなんなんだって説明できるのが僕が楽しくて。あ、そっか、新しいのを知っていく、はい、そうですね。今日もだから空いてないのありますけど、僕とか分かんないんですから。どんな感じか、はい、多分日本これもそうですね、この土だ、うん、土だをよくもらうんですけど、このタイプわからないので、いやでも何でもどれも美味しいって思ってるんでっていうのは私一緒なんですよ。あだからすごいなんか気合う。やっぱり一生懸命作ってるじゃないですか。そうですよね、それぞれにね、はい、全部が美味しくて、あと何が好きかっていうだけだと思ってるんで、うんうん、どんな感じかだけ、はい、だから僕が決めずにお客さんに決めてもらう。ちょっと私もうすごいなんか爽やかな綺麗な、そう純米吟醸か、じゃあソーダ割りにするより今週一、あこれでもあのフルーティー系です、すごい。本当ですか、はい、じゃあロックにしようかな。ロックでいってみますか、はい、はい、最初からロック。すごい見てこの爽やかなラベル、広島で。僕もこれついこの前初めていただいた。一さんは日本酒好きなんですか。僕好きですね、うん、僕米だとそんなに強くはないんですけど、本州一よくつけるかなっていう。中国一とかじゃないんですよ。ちょっとね、はい、本州一の方がなんか様になるし、はい、でもまたすごい、ちょっと理由はわかります。こんだけフルーティーで飲みやすいの僕あんま知らなかった。もう今いい香りすごいしてる、マスクを通って、はい、開けた瞬間にあこれ久々に当たったなと思って。なるほど、もううわ来たと思うやつは大体すごいフルーティーです。これを開けた瞬間すごかったんで、うん、乾杯。失礼します。よろしくお願いします。乾杯。うーん、おいしい、うん、いいわ、いい香りだし、なんかやっぱりしっかりもしてるし。そうですね、うん、こうあのやっぱり吟醸っていうのもあって甘みがちゃんとあるんですけど、かといって甘すぎないんで、本当だ、これが助かるんですね。やっぱ1杯目こう出しても後に残らないから次の料理出しやすいんで、ね、ロック正解。私も飲むのせいだ。あ、もらってや。花村っていうあの日本酒結構有名なやつありますけど、あそこの涼関さんの日本酒ですね、500万石のやつなんですけど、これもこれであのすっきりはしてます。では乾杯。やった、入れとこないな。昔前のしっかりした日本酒をやっぱり目指してちゃんと代々言ってる日本酒と、やっぱり最近のもうこう織り交ぜながらやっていくとこ、もしくは最先端行くとこっていう、やっぱりそれぞれ全部カラーがあるって本当に面白いですよね。それこそあの風の森とか本当常に最先端走っていってますけど、同じ奈良でも篠峰とかだったらどっちかというとしっかりと伝統を築いていきながらっていう、両方とも僕は素晴らしいと思ってるんで好きですけど。すごい、でもそうやっていろんな日本酒教えてもらってというか、そうですね、てもらって、その都度その都度であまり先入観を持たないようにして、とりあえず飲んでみて自分がどう思うか、うん、そこからスタートなんで、で美味しいなと思ったらすごい苦労して進むんです、うん、僕は山形と福井ですね、体に合うのが。そうだよ、はい、なんか DNA なんですかね、愛媛のお酒が今ほど体に合わなくて困ってるんですよ、ね、とあと水だと思ってます、ね、水だよ、はい、あの福井に行った時に初め水道水飲んだんですよ、うん、ものすごい柔らかくて、えっと思って、何この水道水と思って、でそこで初めて黒龍を飲ませてもらって、全然違う旅だったんです、本当は。たまたまあったんで飲んだら、うわってなって、で隣にあった花垣飲む、えっと思って、でそれからしばらくして本いただいて、全部同じ優しさがそこにあって、優しさがそこにある。包んでくれる。すごい、いやいや飲むとここにいてくれるんですよ。そんなイメージなんですよ。寄り添ってくれる、と似たようなのが本当に僕の場合は山形だったんですよ。もちろん14代とか、まあ、有名どころにありますけど、レッツっていう、うん、あのお酒とか、はい、うちの奥さんがちょうどあの米沢なんで、
でその東光さんっていう向こうでは古い酒蔵さんなんですけど行かせていただいた時とかもそう列飲んで、あ、しみる、あ、やっぱなんかあるんかなと思って、なんかそう馴染んだ、馴染んであるんだなと思って、カウンターで座ってる人は勝手に出してますね。結構、あ、もうじゃあ勝手に出してください。暑い日とかだったら、うん、今日暑いからちょっと涼しいもの出してあげたいなとか言って、でなんならもうカウンターで座るお客さんってもう裸注文しないんですよ、座って待ってる、座ったら誰か出てくるなんか、はい、すごいなんか面白いね。生とかチューハイとか自分で入れれる人はフリードリンクもやってますって。あ、あの僕がいかにバイトするかすごい自由じゃないですか。私も入れれるバイトしてましたから居酒屋で。ぜひ入れる。自分も飲んで終わったらこうやって飲んでた。湯飲みに入れて飲んでた。隠れて。バイガイ。ありがとうございます。冷えてるわ、美味しそう。もっと。お疲れ様。ありがとうございます。はい。出ました。実はね、このポテサラね、メニューになかったけどね、無理に作ってもらって。いい感じや。おう。急に感じ出てきた。好きな感じ。卵？ほうほう。卵が。うん、しっかり入ってて、うん、ごまが入ってる、白ごま、ね、はいはいはい、あ、これ間違えて、もう塩でこれ間違えて、バイヤーそれ飲もうと思った。もう酔っとんな、酔ってる私。やってるやってる、いいよそれでも飲んでいいよこれ。さ、それでお酒入れて、いい塩梅だわ。あー、あ、これこっち、あっち、こっち、あっち、忙しいこっち、あっち。ポテト、僕はどっちかというと茹でたくないんで蒸してるんですよ。あ、それはすごい、はい、味が濃くちゃんと濃く、あと皮の味がしっかり出るんです、うん、そっちの方が。で、あの、一緒にそのまま卵も蒸すんですよ。卵も蒸すんですか、はい、蒸し器に、蒸し卵にしてます、うちは。面白い。はい、ね、シッキンとシッキン、お醤油の香りがしたら、もう今から来るよ、お刺身が来た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 みたいな。来た、冗談抜きで一人に殺されたと思うよ。何これ、すごいね。でそうなるとやっぱり分からないんで、僕の汚い字ですけど、いつもこそ添えてます。嬉しい、これ、はい、これは嬉しい、すっごい、これ器はすごい、これ。これがまた重いんですよ。どこのこれ、あの岩山、あの今白焼きっていう、あの高槻で作ってる弥生時代の作り方のやつなんですけど、これ石なんですよ。こだわりすぎ。石なんです、で、あの僕氷を使うのがあまり好きじゃないんで、この方が冷やしてるんですよ。石を冷やしてんの。そうなんです、冷やして、できる限りでしょ、だからいけないんですよ。なるほど、そうなんです。で、まあ、こうやって数はどうしても入れたくなっちゃう。すごい、すごい、めっちゃ楽しい。で、今回が、はい、じゃあ、まずこちらから八匹というお魚なんですけど、漢字で書くと、葉っぱの葉に血が引くと書いて、血は、あの、血液の、うん、で、赤いんですけど、この子は白身の仲間です。まあ、よく似た感じだと、サーモンもそんな感じですよね。はい、なので、あの、見た目よりは淡白です。はい、でこちらサワラに、カマサワラですね。はい、一応サワラの仲間です。はい、英語名なんかヤホーという名前、そんな感じの名前ですよ確か。なんだそれと思いますけど、ね、こちらメダイという魚ですね。目玉、はい、グリグリの魚です。でこれがホウボウ。でこれですよ、ね、石なぎっていう。石なぎ？はい、まああのよく幻扱いされてるんです。もう僕の中ではクエ、石なぎ、あと玉貝、うん、このあたりはちょっと別格扱いですね。でこちらが浜笛吹きだ。はい。ですね、でこちらコロダイというお魚、これがまたいいんですよ。あの焼いとガツオとのスマというお魚です。もう書き忘れてるんじゃないですか、書き忘れてますね、これスマっていう、スマ、はい、スマガツオ、はい、でこれが夏といえばこれメイチダイ、またいいんですよ。でこれがおじさん、おじさん、はい、はい、であとこうわさびが一応2種類乗ってます、はい、これ刻みわさびの醤油漬けは日本酒にも合うん で、 例えば1枚は普通のわさび、2枚目はこれとかで、よくゆっくり楽しんでもらってます、うん。
で、カツが置いてやっぱ飽きるんで、うん、こう、シャリを置いてます。ご飯、お好きなようにお寿司をしてください。わー、はい、楽しい。このセットが大体、すごっ、うちの魚セット。これ見て、うん、美味しいわ。向こういい香りが、お魚でこんなに鼻から抜けていい香りってあるって感じ。おいしい。よかったね。本当あの時間経つごとに口の中で味がめっちゃ濃くなってく、はい、あの普通のカツオとかって結構一番初めに鮮烈な血の味がするんですよ ね、うん、匂いね、はい、もちろんあれが美味しいからカツオなんですけど、うん、この子はやっぱりその辺はやっぱりだいぶ上品です。すごい。愛媛で今養殖始まってるみたいですけど、いや、 やっぱり天然美味しいですよ。あ、美味しい。ぜひ食べていただきたかったお魚、その縁を残しつつ日本酒よ。嬉しそうやな。すがまだ、ね、今日は頼ってないよ。一つ一つがもう 今食べながら次どんな味やろう、次どんな味やろう、はいはい、次どんな味やろうな。いや、でもこれ親切やね。うん、もちろんやっぱり山ほどあるんで、うん、中には人によっては苦手なお魚って当たり前だと思うんですよ、うん、でもそれも楽しんでもらいたいっていう僕のちょっと欲求もあって、うん、知ってもらう、はい、実は今日煮つけも出そうと思ってるんですけど、はい、その子が何、この子なんです。今日もそこのお作りにも入ってますけど、石なぎですね。石なぎさん、石なぎさん、はい、こんにちは。すごーすごい顔。いや、なんせあの裸なんで美味しいんですよ。どのパーツが食べたいか、うん、煮つけてほしいかになるんですよ。ここはちょっと目玉好きだったら間違いなく目玉行くんですけど、僕唇大好きなんですよ実は。唇付近ここも美味しいですよね。コラーゲン、ほっぺたとかもう切り分けてるんで実はもう皮の半分は、はい、なのでだいたい2個ぐらい選んでいただくと多分お腹的には大丈夫だと思います。なんかもうお任せでもいいですよ、こことここ。唇付近、唇いってみますか。美味しいですよ、はい、はい、コラーゲンです。めん玉好きだったらめん玉でもいいですけど、めん玉好きです。ちっちゃい頃からめん玉をよく食べてたんですよ。じゃあめん玉いきます。ただまあまあでかいんで、頑張ってください。大丈夫かな、はい。